終停し中国共産党の迫害の内幕を明かす民主活動家が香港人に声援「中国の医師感染爆発中」と暴露休止が増加新たな借り入れで古い債務を返済する悪循環中国の地方債が去年の規模を超える。

you know come to my home again and break my lock and arrest me and confiscate all of my things my computer my phone and send me to the prison again you know i i was so scared something like this would happen again it's becoming more and more common that the national security police is not doing their job according to the legal system in hong kong i was being forced to write a letter of repentance and I was being forced to go to mainland China. There are still many, many, many people serving in Hong Kong, being sent to prison, being, being suppressed, not able to even to speak a word. And I just hope the world, like, just not to forget what's happening in Hong Kong. 民主運動家でカナダ公民共振会会長の唐達成氏はカナダ当局が中国共産党を中共と香港外交に対してより強硬になる必要があると訴えました。北京甚至香港的官媒去抨擊呢位年青人呢實在不当中国埋香港的政府对香港人的不公加拿大外交的政策一定要作出一啲の強烈的反映。 我哋要讲俾中国嘅政权听，呢、这个方式咧，唔系我哋西方国家咧要了解佢当时系点样被呢一个诶警方咧无理嘅拘捕同埋咧检控，要作出一啲釐定咧宽容佢哋咧嚟到加拿大嘅加拿大政府、省政府要网开面咧喺呢在这个学费上边啊，接收佢哋诶入学啊或者系职业训练咧系诶提供一啲帮助。 5日、香港トップの立夏町行政長官は、警察は全力で周定氏を逮捕すると主張しました。周定氏は15歳で学生運動に参加し、2019年に香港で起きた中国移送に反対する搬送中運動にも参加しました。中共の香港版国家安全法が施行された後、周定氏は逮捕され、国際的な関心を呼びました。次のニュースです。 中国の二人の医師は最近中共ウイルス COVID-19 の感染が再び大爆発していることを暴露しました。感染率と発症率が極めて高く医療従事者も感染しています。多くの中高年者が休止していますが病院側は代わりに他の病気としていると言います。国民は中共が再び感染状況を隠蔽しているのではないかと疑問視しています。 山東省の漢方医である楊医師は12月5日新東人テレビの取材に応じました。漢方医は滅多に感染症を診察しませんが、この10日間ほどで100人から200人の発熱患者を診察したといいます。多くの西洋医が肺炎患者に対して打つ手がないからです。 羊医師の見解では白肺患者の現在の割合は北部で3%南部ではもっと多く10%に達する可能性がありますまた正月前後には感染のピークに達すると予想しました 今回の感染率と発症率は極めて高く、子供の高熱が比較的多い。その後、長い期間続き、治らなくて私たち漢方医に助けを求めに来る。ほとんどが肺炎で、次に細菌性感染の合併だ。マイコプラズマ肺炎は検出されなかったが、新型コロナウイルスであろう。多くの中高年が死亡し、ウイルスが心臓発作、脳梗塞、突然死を誘発した。 気象省の李明医師は、政府の3年間の封鎖支配政策と強制的なワクチン接種は間違っており、かえって感染を拡大させたと指摘しています。 皆感染したことがある。数日前我々も感染した。今病院はコロナ検査を取り消した。PCR 検査をさせない。この疫病はコロナウイルスによる感染だが、今はマイコプラズマ肺炎だという。しかし、マイコプラズマ肺炎もコロナに含まれる。パンデミックの3年間は失敗に終わり、政府は3年も封鎖すべきではなかった。経済は後退し、実際作用を果たしていない。 国立高校ボタン校誌に住むニンさんは家族の多くが感染し地元の病院は人で溢れているといいますしかし学校は休校せず子供たちは病気を抱えて登校しているといいます死者も出ていますが当局はこのニュースを伏せています子供が2人とも感染した4 5 0人のクラスでほとんどの子供が感染した この2日間で多くの同僚が入院し、患者は高齢者が多く、病院は人でいっぱいだ。A 型インフルエンザだと言っているが、私はまたあの新型コロナウイルスではないかと疑っている。昨年は本当にたくさんの人が亡くなった。死んでも計上されない。ここでも少し前に女の子が死亡した。 吉林省市民のデンさんは大都市の感染状況は非常に深刻ですが中京は他の病気であると嘘をついて中京ウイルスの流行を隠蔽しようとしていると述べましたこれはおそらく新型コロナの変異種であり多くの症状はコロナと一致しているこの党は非常に邪悪で国民をだましている最後のニュースです 今年の11月末まで中国の地方政府は約9兆1400億元約188兆5000億円の地方債を発行しました。これは2022年に発行した7兆4000億元約152兆6000億円をはるかに超えています。その中で最有資債は4億5900万元約94億7000万円で前年比で82%増加しています。 このデータは地方債務の危機の一端に過ぎません経済成長が鈍化し地方政府が利息や元本を支払う能力がなく新たな借り入れで古い債務を返済していますこの状況が全国的な金融危機に発展する可能性があります3年にわたるパンデミックは中国の実体経済に大きな打撃を与え全国的な不動産危機が地方財政にさらなる困難をもたらしています 中華経済研究院研究員補佐の王国新氏はこう述べています。 現在地方債務自体が非常に大きくそれに加えて不動産の不況があるため収入が減少しているつまり土地財政の面で減収であるもう一方パンデミックの関係で医療や社会に関連する支出が多くなっているそのため地方全体の負債はますます増加し返済が難しい状況にあると考えられる今年の4月には貴州省ですでに問題が発生している ウォールストリート・ジャーナルによれば中国経済は多年にわたる無節制な借り入れと支出の結果全国各地で大量の隠れ債務が蓄積されていますそのため危機的な問題が極めて緊急に差し迫っているといいますが誰もこの隠れ債務の規模を知りません当局は金融業の安定を損なわないように地方債務のデフォルトを防ごうとしています 大紀元のコラムニスト王鶴氏は当局の債務は基本的にすでに40兆元約825兆円だこれは公開された債務だが隠れ債務もある地方の隠れ債務はおそらく60兆元約1237兆円を超えておりこれはすでに時限爆弾だいつでも爆発する可能性があるが中共は現在解決手段を持っていない 現在財政手段を使い先送りしている同時に金融政策として例えば五大国有銀行に対して古い債務で新しい債務を置き換えるように強制したしかしこれにより中国の金融システムも巻き込まれ遅かれ早かれ倒されるだろうと述べています 11月30日中共当局が公表したデータによれば10月末時点で地方政府の債務残高が初めて40兆元約825兆円を突破しました分析によれば長年にわたる地方債は大手国有企業と不動産企業の財務状況に密接に関連しています 近年国有企業と不動産企業の債務問題が地方政府の財政に深刻な影響を与え地方債務の急増の主な原因となっています王国新氏は「地方政府にできることは人員削減と給与削減だこの状況では中国の消費と投資はさらに減少するだろうもし皇族の新規債務の発行を制限するなら地方政府の投資も挫折する」 現在、米中の技術戦争や経済戦争が進行する中、彼らはまた技術の自主性を強調している。そのため、新興産業も戦略的に政府の投資と助成が必要であるが、地方政府の窮地はますます拡大する可能性があると語っています。中共当局は地方のデフォルトを防ごうとしていますが、現時点では効果がないようです。 王国心氏はこう述べています彼らの債務はこれらの痴漢の結果むしろ比較的緩和されるようだ最初の期限の延長次に猶予の延長そして利息を減らす ただしこれには後遺症も出るつまり地方政府や中央政府の国債利率が下がるがアメリカの利上げと大きな逆差が生まれることだこれにより資金の一層の流出人民元安が引き起こされ人民元下落の主な原因になるアメリカの経済学者江大英氏はこう述べています 新しい債務を発行することは将来の経済の急速な成長を予測し債務返済ができる見込みがあることを示すつまり債務が増え引き延ばすことだただし経済成長が元の予測ほど高くない場合債務はますます蓄積されるまた経済成長が利息の増加に追いつかない場合過去の債務もあるため悪循環に陥る アメリカ格付け会社ムーディーズは5日中国の信用格付けの見通しを安定的からネガティブに変更しましたその理由は中国の不動産市場の危機が深刻化し地方債務が急増するなどし経済成長を弱めているからですまたパンデミック後の経済が強力な回復を実現するのが難しいからだと言います 日頃より中国関連のニュースを視聴されている皆様に中国政権からの迫害に動じない芸術団の存在を紹介させてください皆さんはシェン0ン芸術団についてご存知ですか2010年1月27日から31日にかけてこの芸術団は香港で上演する予定でしたこの芸術団はとても人気で約1週間でチケットは完売しました しかし、香港の入国審査局によって、繊維の制作主要メンバー入国が拒否され、公演中止を余儀なくされました。一つ大事なことなのでお伝えしておきますが、繊維芸術団は中国共産党政権とは全く関係ありません。失われた真の中国伝統文化の復興を自らの使命として背負うこの芸術団はニューヨークに拠点を置き、 年間800公演を200都市で行っています。中国の古典舞踊を現代に届ける繊維芸術団がこの冬日本にやってきます。今アメリカやヨーロッパをはじめ世界でセンセーショナルを巻き起こしている必見の公演です。 表現の自由のない中国を飛び出し自由の国アメリカから芸術の力で真の中国の伝統を呼び戻そうとしている人々ですですから政権のイメージ戦略に使われる舞踊劇のようなものとは全く別物ですこれを聞いてホッとされた方も多いのではないでしょうか むしろ中国政権はこれまで何度もこの繊維公演の妨害を繰り返してきました。一方で繊維はこれまで共産党政権が中国の伝統を破壊してきた事実を演目の中に取り入れ、臆することなく表現しています。なぜ当チャンネルでこの芸術団についてご紹介したのかお分かりいただけたのではないでしょうか なんといっても日本は中国の古き良き文化に親しんできた国ですから日本の方々には特におすすめできる公演ですとはいえ多くの方はここ数十年の中国共産党統治下の中国にはうんざりしていることでしょう近いようで遠い国とそう感じていらっしゃる方も多いでしょうですからぜひ失われた真の中国を 悠久の文明が育んだ美しい芸術公演を劇場で生で体験されてみてはいかがでしょうか厳しい鍛錬を重ね、一流のアーティストが与える力強いエネルギーを劇場で体験してみませんかぜひ概要欄から公演情報をチェックしてみてください。あなたのお近くの都市に1 0円芸術団がやってきます。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢,谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 patreon。我系 Zack，下次再同大家见面。